旧加戸吉、現在のテーブルマークが経営していた観音寺グランドホテルは、2010年に丸中のグループ会社、琴三角に売却されました。コロナになってからグランドホテルの方もかなり赤字が膨らみまして、もうこちらを閉めるか、もしくはいいところがあればお譲りするっていう。先月、ホテルの経営を譲渡されたのは、観音寺市の会社、T 観音寺です。社長の隅田幸三さんは、全国のホテルの再生を手掛けてきました。ホテルとしては総収益が上がる物件ではございません。会館をうまく活用したい。今後、旧加戸吉の本社ビルだったオフィスビルの一部を市内の若手企業からに無料で貸し出す方針です。とはいえ、ホテルの稼働率は 50% 前後と高くはありません。新会社は最大400人を収容できる会場を使った宴会に力を入れるとし、来月から受付を始めます。レストランでは宿泊客限定だったモーニングを誰でも利用できるようにし、朝は900円、ランチは1500円でバイキングを提供しています。この観音寺のためにどうやったら役に立つかということで、今一生懸命やらせてもらっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。